はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、もう9月に突入しようとしているところですよ。皆さん早すぎないですか？ちょっともう8月終わるのっていう。もうそろそろアパレルも秋物に突入していまして、私もねアパレルやっているので、次リリースするやつとか、これ今日着てるやつもそうなんですけど、秋物だし、もうもはや今考えてるの来年の春ぐらいだったりするんですけど、だんだんとねアパレルが AW 仕様になってきているということで、今回は今年一発目の秋物の購入品の紹介をしていきたいと思います。まあ秋物って言ってますけど、今から着れるものだったりとか、がっつり秋物のものとかもあったりするので、これからのお買い物とか今からのお買い物とかにぜひ参考になれば嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。今回は結構いろんなブランドを紹介しようと思ってて、まあ、おなじみのブランドもあれば最近見つけたブランドもあったりするので、楽しんで見てもらえたら嬉しいです。ではまずは安定の H&M から紹介していきたいと思います。ではまず一つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ベーシックなスウェットなんですけれども、これがね H&M ムーブっていう H&M の中の新しいラインなのかな。私は最近初めて見たんですけど、ムーブって言ってちょっとこうジムウェア的なものが結構出てたりするんですけど、その H&M ムーブのスウェットでございます。私ジムに通ってたりとかするので、なんかそんな時にこれからの季節とか結構活躍しそうかなと思ってこちらをゲットしてみました。生地的にはね若干薄めな感じの生地になっているから、なんか暑すぎることもなく、ほんと秋初めに着れるような軽いスウェットになっております。割とオーバーサイズな感じなので、私169あるんですけど、 M サイズも結構ゆったり着ることができました。色がすごい絶妙な感じのカラーで可愛くて、ベージュとオフホワイトの間ぐらいの感じかなになっておりまして、とっても可愛いスウェットでございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。ブラックで見づらいかもなんですが、こんな感じで結構胸元がね可愛いんですよ。形がデコルテのラインがすごく綺麗に見えるなと思って今回ゲットしてみました。こういったちょっと胸元ががっつり開いたりとか、ちょっとカットアウトが入ってるものとかって秋服ならではかなって思ってて、やっぱり冬とかってどうしても首元をなるべく詰まったもの着て温めたいっていうのがあると思うので、ちょっと涼しいぐらいかな、ちょうどいいぐらいの気温かなっていう時に、まあ、こういったがっつり開いたようなトップスを着れるのが私はすごい楽しみなので、こちらのトップスゲットしました。でこのトップスがね結構重みがしっかりあって、生地もしっかりしてます。なので冬になってこれ着て上にアウター重ねるとかってなると、ちょっと肩こりしやすいかなって思います。ダウンとか着るのであれば、ダウンは軽いからまあまあ大丈夫かなと思うんですけど、しっかりとしたアウターを持ってくるってなると結構重みが気になるかなと思うんで、やっぱり秋ぐらいがちょうどいい季節かなって思います。フレアな感じの袖口になっているので、手が綺麗に見えるなって思いました。ただ生地に分厚さがあるので、ちょっとこう着太りして見えちゃうかもしれないです。では H&M 続いてでラストでございます。ラスト3つ目がじゃん、こちらのワンピースをゲットいたしました。これはね結構シフォンっぽい感じの素材だったりとかして、ちょっと軽めになっているから、全然これ今の時期にも着やすいし、まあ、秋になったらこの中にちょっとインナー着たりとかして、上からアウタージャケットだったりとかライダースとかでも可愛いと思うし、カーディガンとかでも可愛いと思うし、いろいろと着回しが効くと思います。で足元にはちょっとスリットがこう入っているので、女性らしく綺麗なワンピースになっております。私ね最近結構スリット気になっていまして、流行ってるっていうのもあるんですけど、やっぱりなんかこう女性らしいじゃないですか、すごく、まあ、とってもなんかこう女性に似合う服のデザインだと思うので、なんかちょっとそういうのにも挑戦していこうかなっていうちょっとこう1枚で大人っぽく女性っぽくなれるようなワンピースっていうのが結構気になっておりまして、こちらゲットしてみました。まあ、でもなんかこうジブラ柄になっているから、私普段アニマル柄とかそういうファッションも好きだったりするので、まあ、そういう要素もありつつっていう、このバランスがとってもいいなと思ってゲットしました。生地がめちゃくちゃたっぷり使われていて、フリルとかもついてたりとかして、とっても動きも出るし、裾もこういった感じでフリルがあることでちょっと長さの違いが出たりとかして、本当に可愛いワンピースですね。では続きまして、ザラの購入品を紹介していきたいと思います。まず1個目が、じゃじゃん、こちらでございます。
デニム生地のベアトップをゲットいたしました。これも一目惚れでしたね。めっちゃ可愛いと思って購入したんですけれども、まあ、これは結構夏っぽいイメージがあるとは思うんですが、秋とか冬になったらこの中にシアートップスだったりとかニットのトップス重ねても可愛いと思うし、もちろん1枚で着ても可愛いし、レイヤードもしやすいで、レイヤードすればまたそのトップスの印象が変わったりすると思うので、結構使い勝手の良さそうなデニムのベアトップをゲットいたしました。なんかシャツとかに重ねても可愛いと思うんですけど、夏これ1枚で着るのちょっとあるなーっていう方はキャミソールとか重ねても可愛いと思うし、本当にいろいろと着回しのしやすいアイテムかなって思います。でなんかこのデニムの色味って結構ベーシックな色味というか使いやすいデニムの色味になっているので、自分の持ってるデニムとかとも合いそうな色味だったから、セットみたいな感じでも見せやすいかなと思います。デニム生地なんですけど、後ろはしっかりとゴムになっているので着心地も良いです。ただ着るときがね、全部ボタンを開けて着てボタン閉めるっていう感じなので、そこだけがちょっと大変ではあるんですけれども、可愛いお洋服には大変さがつきものということででは続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。キャミソールなので夏でも着れるんですが、色合いがやっぱりすごい秋っぽくて可愛くてドタイプなキャミソールでございます。これマジで超可愛くないですか。肩紐はこんな感じでリボンになっていて、でもう一個ね、内側に紐が2本ピッピってついてるんですけど、これは着た時に首に巻いて結ぶっていう感じで私は着てるんですが、こっちの肩紐のところに1本ずつこうやって持ってきてあげて着たりとかしても可愛いと思うし、割といろんな着方ができそうなキャミソールになっております。前のところだったり横のところもちょっとギャザーが寄ってたりとかしてすごい可愛いんですよね。これが生地も結構伸縮性もあって、ちょっと薄めなので夏でもさらっと涼しく着やすそうかなって思います。まあ秋になったらそれこそシアートップみたいなものを中に重ねても可愛いと思うし、この上からジャケットだったりとかデニムジャケットだったりとかシャツとか羽織っても可愛いと思うし、これも割と着回しはできやすそうかなっていう風に思います。これ1枚でインパクトがあって可愛いので、下は本当にシンプルなデニムだったりとかカーゴパンツとかでも可愛いと思うし、レザーのパンツとかでも可愛いと思うし、いろいろと合わせやすいと思います。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらのトップスです。カットアウトされたトップスになっております。私ね、今年の秋カットアウトがめっちゃ気になってます。めちゃくちゃ可愛い、やっぱすごくこう女性らしくって程よい肌ミスがすごく可愛いなって思うので、こういったトップス結構集めていきたいなと思ってるんですけれども、さっきの H&M のトップスと似てはいるんですが、こっちは首元は結構詰まってるけどこのラインが見えるっていう新しい感じのトップスで、でこれちょっと袖丈が短めかなって思います。もうちょっとあったら嬉しかったな。後ろ結構がっつり開いているので背中もねガバッと見えますね。黒でシンプルなトップスなんだけど、こういうデザインがあることでよりアップデートされて今年っぽいなって思うし、これもボトムスはシンプルなもので合わせてもちょっと個性が出ると思うのですごく可愛いなと思います。これになんかスウェットとか合わせたりとかしてちょっとこうギャップつけるのとかも可愛いと思うので、こんな感じで着ていこうと思います。では続きましてザララストでございます。4つ目がじゃじゃん、こちらのワンピースをゲットいたしました。キャミソールになっているのでこれも夏から着れる着回しできるアイテムでございます。でこちらはですね、前にがっつりとスリットが入っております。これねシャーリングできるようになってて調節が可能なのでギュッと上げることもできるし、ちょっと控えめにして着ることもできるので、そこもとてもいいなと思います。肩紐も調節ができるようになっているので自分の好きな長さで変えられたりするのと、あと後ろがこれも結構がっつりと開いていまして、ここに1個ホックがついてるんですけど、あと下はチャックがついてますね。なので着脱もしやすいです。でまあ伸縮性もあってタイトなワンピースではあるんですけど、リブとかのタイトのワンピって結構ボディラインを拾いやすいと思うんですよ。結構ピタッとした感じの印象があるかなと思うんですが、このワンピはシルエットは綺麗なんですけど、そんなに体に沿うようなデザインではないかなと思うので割と着やすいと思います。ちょっとこうタイトなワンピ挑戦してみたいけどがっつりシルエット出るのが苦手だわっていう方とかも挑戦しやすいワンピだと思う。
では続きまして、ディーゼルで購入したものを紹介したいと思います。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。 T シャツをゲットいたしました。これすごい可愛いですよね。ハートのデザインになってて、 T シャツはちょっとねイエロー味が強いホワイトなのかなになっております。後ろの首元のところに B ロゴの刺繍が入ってます。この T シャツに私ずっと気になっていまして、前にも紹介したことあると思うんですけど、ファーフェッチで見てたら結構お安くなっていたのでこちらをゲットいたしました。 T シャツはね今の夏の時期はもちろん、秋はこの上からやっぱりアウター羽織ったりとかしても着れるので、今からゲットしてもいいかなと思いこちらをゲットしました。このハートがちょっと立体的になってて、なんか胸が大きく見える気がする。詐欺 T みたいな、なんか目の錯覚で見えないですかそれって。じゃあ続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。ボディースーツになっております。シナタン秋服って言ったのにキャミソール多くないかっていうどんだけそれなし好きなんだよって感じだと思うんですけど、まあでもこのトップスはすごく色味が秋っぽいじゃないですか迷彩がねやっぱりすごい秋っぽい雰囲気が出ると思うんですけど、迷彩今結構ね気になってて、今年は割と迷彩柄がトレンドになるような気がするので、1個は何かしらで持っていてもいいかなと思うんですけど、このボディースーツをゲットしました。赤のラインがねやっぱりディーゼルっぽいのとアクセントになってすごく可愛いなっていう風に思います。あとこれね裏と表でちょっとね生地が違うんですよ。生地というか色味感が違って面白いんですよ。でここがパッチンで留めれるようになっているので、お手洗いの時とかも全部こう脱がなくても大丈夫なようになってます。ちょっとねこの紐が調節できないので、このサイズ感が少し心配かなとは思いましたが、ちょっと詰めようかなとは思ってるんですけど、でもそこまで大きすぎなかったので良かったです。ということでディーゼルは以上2点でございます。では続いてでラストのブランドなんですけれども、このブランドがそのオープニングで言ってた最近見つけた新しいブランドなんですよ私は。まあ、でもね聞いたところによると16年前ぐらいかなからあるらしくて、結構まあレジェンドブランドというかだったんですけれども、私は初めて見て一目惚れでゲットしました。こちらのアイテムがじゃじゃん、これでございます。まあね、バッグなので秋物っていうよりは、まあ、オールシーズンもちろん使えるとは思うんですけれども、これからの秋のファッションにもすごく合いそうなものかなと思うのでちょっと紹介させていただきます。これがね本当に可愛かったんですよ。私たまたま友達のタンプレを探しに渋谷のスクランブルスクエアに行ったんですね。バーって見てたらこのブランドのお店がポップアップをやってて、期間限定でメーカーと言わずっていうブランドなんですけれども、ネットかそういう期間限定のポップアップとかでしかやってないブランドらしくて、常設店がないっていうブランドになっていて、最初はねこのビジュアルに一目惚れして、あ何このバッグすごい可愛いと思って見たんですけど、店員さんがねいろいろ説明してくださって、めちゃくちゃ機能性もすごいし、で自分でちょっとこうカスタムできたりもするような感じのバッグになっているので、すごい面白いこれと思って、いろいろとこう試してたんですよ、どれがいいかなと思って。そしたらまさかの2サイズ買いしてましたっていう気に入りすぎだろうっていう感じのバッグなんですけど、ちょっと何から説明しようかな。とりあえずこのまずフォルムがすごい可愛くて、全体的にこうナイロンっぽい感じの素材になっておりまして、この持ち手のところもクッションが結構しっかりと入っているので痛くならない、結構大荷物の時とかでも使えるし、サイズも3サイズあって SML があったんですけど、私は今回 M と L サイズをゲットしました。そうで、これがですねとっても面白いのが、平置きすると、ちょっと今これ中に荷物入ってるからなんですけど、平置きするとこんな感じで四角い感じのシルエットなんですけど、ここがねクライミングとかでも使われるようなロープって言ってたかな、だからすっごいしっかりしてるんですよ。こうなっていて、これもね自分でほどいて縛ったりできるから、この長さも調節できるんですけど、ここがシャーリングができるようになっているので、荷物の重さによってどんどんこれが下にこう下がっていくっていうバッグなんですよ。だから重い荷物を入れれば入れるほどちょっとこうクシュッとなったりとかして、またシルエットが変わるんですよね。なんかこういうちょっとパフパフっとしたアイテム、パフシューズだったりとか、なんか最近いろいろあると思うんです、バッグとかでもあると思うんですけど、結構こうトレンド感もあるし、機能性も良くてデザインも可愛くてと思って
て、本当に一目惚れでゲットしました。これがですね、カスタマイズできるって言ったと思うんですけど、これで1セットです。で、1個ちょっとこっちに今つけちゃってるんですけど、この長いフェルトというかがあるんですよ。これが別売りであるんですけど、これをつけると斜め掛けができるんですよ。こっちの最初からついてる方は斜め掛けするのはちょっとどうだろう、まあいけなくもないけどちょっと短いなって感じるんですよ。なので、まあ、これはどっちかっていうとこう肩からかけたりとかして持つのがいいかなと思うんですけど、これをねまたここに通せるように穴があるので、ここに紐をつけてあげて、で元からついてるこの短いやつはこんな感じでつけてても可愛いし、もちろん外してもいいと思うんですけど、これもすごいふかふかになっているから結構大荷物入れたりしても全然痛くないっていうね、すごいいいんですよこれが可愛さが伝わればいいんですけど、このベルトもいろんなカラバリあるし、こっちの本体の方もいろんなカラバリあるので、そこでこう自分でカスタマイズ、オリジナルの色味を合わせたりとかしてできるようになってます。でこれ1個持っておけばこっちのサイズのバッグにも付けれたりするので、これをね斜め掛けすることもできるし、すごくいいんですよね。で中も本当に結構しっかり入ります。 L サイズなんかは本当にあそこに見えてるけど、私の持ってるあの16インチのバカでかいパソコンでもスポッて入るぐらいの大きさだし、全然なんか1泊もはや2泊ぐらいできそうな感じの大容量なバッグになっております。内ポケットも1個ついてて、裏のところにもポケットついているので割と収納も色々としやすくなってたりとか、この中の生地は防水になっているからペットボトルとか水筒とか入れてもいいし、それそういう機能性の面でもすごくいいバッグ。なんかすごい PR みたいになってるけど、本当に私はこれをただただ一目惚れして購入したので案件とか PR ではないんですが、みんなにこの可愛さを知ってもらいたいと思って、エナメルの生地はちょっともうこれからもしかしたらなくなっちゃうかもしれないっておっしゃってて、えそれはと思ってブラックのエナメルをゲットしました。なんかちょっとこういうなんかなんて言うんだろうな、アウトドア系のアイテム結構最近トレンドではないけどなんか今っぽいなって思ってて、登山する方が被るようなつばの広いハットみたいなのとかも結構街中で被ってる人見たりするし、靴とかもちょっとこうアウトドアっぽいような靴履いてる方もいると思うし、カラビナとかをねベルトループにつけてそこに鍵つけたりとかしてる方もいると思うし、ちょっとこういうアウトドア系のアイテムっていうのも日常のファッションに取り入れてる方が結構おしゃれな方多いなって思うので、このバッグも割とおすすめです。でしかも今こういうメッセンジャーバッグ、斜め掛けできるような結構大きめのバッグっていうのが徐々にこうトレンドになってきているような気がしてて、結構街中でも見るんですよね。なんかちょっとストリートファッションっぽいような古着っぽいような感じのファッションをしてる方が多いかなって思うんですけど、そういうファッションとかにもすごく合うかなと思うので、こちらおすすめでございますはい、というわけで以上が私の最近購入した秋物の購入品でございました。まあ今年初の秋物の購入品ということなので、私秋大好きだからめっちゃ買っちゃうんですよ毎年毎年、秋短いのになのでまたもしねなんか新しいものを購入したら紹介したいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。